会いたくない、もう白い恋人と呼べるようなやつじゃないけど、さあやっていこうか。バイオアジューアリドゥということでね、またね、今回ね、変態紳士に追いかけられながらね、ちょっと進んでいかなきゃいけないというところなんでね、まあもしかしたら前半のようなね、前半っていうのはそのパートの前半のような感じで、ちょっと追いかけられながらまた図書館をくる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 回りつつ、で、ハンドガンでガシ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 打っていきながらね、ちょっとずつ倒していくっていうね、そんな感じになるかもしれないんで、そうなったらちょっとめんどくさいけどご了承ください。ということで、危ねえ。抜けていく。こういう抜け方もありや。さあ、こい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 、ちょっとでもダメージ与えといて、お前をいつでもぶちのめせることができるんだぜっていうことをね、ちょっと力の誇示をしておかなきゃいけない。ちゃんと上下関係を叩きつけてね、どっちの方が偉いかと思ったけど、ちょっと待って、早かった、こいつ来るの。思った以上のスピードで来てた。とりあえず表編の時は間違って行っちゃったんで、あっちの道にね、ちょっとビビり散らかしすぎて、こっち行くの忘れちゃったから、来る。来たね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 、あ、そっか、しまった、間違えた、こんなん相手にしてる場合じゃなかったんだよ。来るか来るか、ロッカールームにカチャコンと入っておかないと来られたら、あ、おお、後ろ超迫ってた、危な、ほい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 、ちょ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 、どこ行くの、ああ、帰ってきた帰ってきた、お帰り、危ない危ない、へい、そこに、そこのロッカーにあるアイテムを取りたいんだけど、ちょっと殴らないと、そんな怒っちゃやーよ、怒っちゃやーよ、近いよ、でかいな、こいつ何もあるんだろうな、シャキーロ・オニールよりでかそうだもんな、ヤオミンくらいかな、身長の高さで言ったらヤオミン、ゴベア、あ、それね、ヤオミン、ゴベア、シャックって感じだもんな、まあ、体重はあそこまでないけどな、ゴベアは、ゴベア細いもんな、ゴベアってわかります？フランス人の、バスケットボール選手、NBA 選手なんですけどね。さあ、もうこれ前回パートでめちゃくちゃ悩まされたからな。今回ちょっとスッとうまくいきたいところなんだけど。あ、もう、ちょっと急なお姉感出してごめんなさい。こっちだった。あ、ちょっとミスった。一か八か。あー、負けた。負けつは。あ、間にあんのか。あれ？違うの。あーやばい、またドツボハマるぞこれですね。あ、もうちょっと、スペースとね、キーボードを押すのが間違い、スペースもキーボードだ。よかった、前回よりはだいぶマシだった。前回よりだいぶマシにいけたね。もうほんと前回パート、多分これで3分くらい時間を使って、もう恐ろしいまでのぐったぐだになってたからな。さあ、いる？いないね。OK。さあ、で、どこに行ったかな？これだけが心配なんだけど、いるかな？いないね。どっか行っちゃったな。どう思ってる？帰ってきたー。ゾンビもウェルカムって言ってる。そんなこと。ちょっと待って、窓の外にいるゾンビにもダイナミックに撃てもん。くくくくくくお前よくもやってくれたな、これお返しや、負けんな、よし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 、もうお前の出番これで終わり、バイバイ。戻る、戻って、てか別にポータブルセーフこれ取らんくてもよかったか、しまったな、裏辺これあれだね、タイムアタックとかするときだったらここ全然寄らなくていいような場所だったな、しまったな。これが表辺とかだったらね、必要だったりするかもしれないんだけど、まあ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 、でとりあえず、まあでもせっかくポータブルセーフを取ったんで、ちょっとアイテムを回収して、でその後に図書室の上登ってね、ちょっと始末書書きに行きましょう。からだ、どっちから行くのが安全パイパイなんだろうな、久しくおっぱい触ってないな、そして久しくおっぱいを見てないからな、そろそろちょっとエイダちゃんで堪能したいところなんだけど、アウトしたらコンパーとか次回パーとかどっちだろうな、ほいほいほい、102、
全部マグナムの弾にするから特にいらないかな。で、203。ケイ。よし、まあでも一応取っとく。アイテムスペースあるからな。変態紳士が来る前に、全然紳士じゃないんだけどな、人に手を挙げてる時点で紳士もへったくれもないって感じするけど、忘れてた。あのね、あのジャッキを取りに行かなきゃいけないんですよ。手にガシ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 歩いてさ、気もしなくもないけど大丈夫か。そうそう、ジャッキを手に入れないと3階に行くにも行けないから。で、ここまでも前回ぶちのめしてたから、多分もうさすがにいないはずだけど、どう？いないね。よしよしよし。じゃあこれは取って、ここにね来てそうな予感もしなくもないんだよな。ちょっと、はい、身軽にしとく。身軽にしたところでスピードアップするわけじゃないんだけど、一応布を食べとっとく。取ったところでな、でまた扉がバタンとか開くことはなさそうだね。私の勝ちだ。本当に変態紳士どこにいるんだろう、わかんない。なんかね、クローバーの鍵なり、え？いないね。そうそう、クローバーの鍵だったりとか、それから、ダイヤじゃなくてハートの鍵とかで、あそこを開けた時に、結構その出現する可能性ってめちゃくちゃなんか高いらしいんだよね。ところが、まあ、まあ、実況見てくださってる方々はご存知の通りで、あんまり遭遇してないんだよね。これやってる時にね、バタンって開けてくる可能性があるから、ちょっともう一回、大丈夫？もう一個先にやっとくべきだったね。さ、来てないかな。大丈夫そうだね。って言って3階の方からバタンって急に来たら、うわ来てたわ、めっちゃ来てたわ。なんか当然のごとく呼んだ、テロップ上とかに呼んだとか出てきそうだけどね。さ、ここゾンビちゃんが入ってこないように、で、ここ先に撃っといて、撃っといて、撃っといて。で、これね、変態紳士がまたね、ちょっと楽しそうだなっつって、俺を混ぜてくんないって入ってくる可能性があるから。え、あれ？いないね。とりあえずじゃあ、ちょっと警官、暴れすぎ暴れすぎ。来ないね、全然。やばいね、やばいね。一旦避難、一旦避難。ほい。重量重めの腹筋運動しちゃってる。あんな腹筋意味ないんだろうけどな。おお、来たって、びっくりした。目の前に現れやったんやろ。燃えてる人暇ないだいのね。たまにはお返しされるのね。まあいいや、ちょっともやつの相手をするのは後にして、とりあえず、うん、登る。いやー、やっちまった。こういういらないダメージをなくしてね、回復アイテムを使う機会っていうのは減らしていきたいところではあるんだけど、そうはイカの金玉ってやつですな。いつもここ言わないようにしたけど言っちゃった。まあ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 、まあでもね、ここに入ってこないだけまだマシだよね。ここ謎解きのところ部屋だからね、まあ、謎解きっていうことの謎解きではないけど、なんでこんなめんどくさい仕様にしたのかなって思うけどね。まあそこはゲームの醍醐味なんだけど、これ現実世界でこういう歯車の動かし方させてるってなったら、まあ、相当クレームもんだけどな。はい、アイテムゲッチュ。で、こっちをハメハメします。で、くる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 、えい、で、下降りていきましょう。ファッションショー。へい。くるくるくる。お、
あれ面白いんだよな。さっきのさ、地下駐車場抜けた時10時30何分とかだったかな、35分とかかな、なんだけど、これ今3時指してんだよね。これあれか、止まってたからか。だから夜中の3時っていうわけじゃないんだな。これ夜中、でもさ、どっちの時計がバグってんだろ。これ何時の世界線、何時我を始末書を書かせよ。あー、もうちょっと日本語良くなってないよね、もうね。じゃあとりあえず駐車場の手前のところまで行って、ね、いないね、取るの忘れてた。とりあえず駐車場の手前のところまで行って一旦本パートは終わりにしときたいと思います。あのちょっとアリゲーツさんに会うまでが結構長かったりするからね。どっかで変態紳士歩いてないかな、歩いてたら面白いんだけどね。さすがにここの目の前からドッシンって出てくることはないよね。一回ね、実家で PS4 でやってた時に出てきた時には、ね、本気で焦ったよね。ここに来るんかいみたいな。どんな遠回りしてくんの、おのれみたいな。このね、立夏もなんか復讐のようにやっておきたかったけど、まあそうはいかんぜよって話だからね。よし、じゃあとりあえず。バコンと開けといたと思ったけど、ちょっと待って、なんか無駄に食らってるダメージなんか回復しときたいよね。まあそれは気が向いたらにしよういつ気向くねんって。まあデンジャーダッスにならない限り大丈夫かな。よし、じゃあここに来てしまえばもうやつは入ってこれないから。これあれかな、追加で出てくるんだったっけ。つ来たね。じゃああの結局滅菌さ処分されるからいいんだけどさ、まあ一応ね、あのここがセーフティー場所だと思ってきた時に、ね、あのちょっとでも楽してさしできるようにね、まあ、誰が来んねんって話だけど。ウキあれゾンビいなくなってる。まあいいや、あいるねいるね、オッケー。ほんじゃね、一旦この辺りでこのパート終了としたいと思いますんで、ぜひね、あのチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してまた次回パートに向けて応援をしていただけたら嬉しいでございます。ということで、ね、本日も最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャー。